って中東よね、イラクやアフガンはって、私はこの時まず国民は一つはてな、どうかなって思わねばいけなかったんだろうと思うんですけど、いとも簡単にその横須賀から出ていった船に船でイラク攻撃がなされるわけですよ。日本はね、ある意味で決して平和ではないんです。我が世の春を囲って平和でいると思ってたら、これこそ愚者の楽園って言われてますが、愚かにその現実を知らないで平和っていうふうに思ってるだけなんじゃないのっていうことが今回の実は沖縄問題なんですよね、はい、だって沖縄からの海兵隊がアフガニスタンやイラクで多くの子どもや村人や市民を殺傷する、そのことでまた米兵も傷ついて精神的におかしくなったり一生の傷を負ってるっていう構造が今あって、じゃあ日本はこれからもっとこの一見平和でも全然平和じゃない世界にどういうふうに関係していくかという進路を問わなきゃいけない。から一方で北東朝鮮半島では相変わらず北朝鮮の問題があり、あるいは中国は軍事肥大化してるんじゃないかという問題がある時にね、私はアメリカを全部ゼロにしてとは思わないんですね。アメリカとの関係をゼロベースとは思わないです、はい、それはでもあまりに過度に偏った日米の安保条約が極東の範囲を超えてすでに軍事攻撃をしているというところを極東に戻す、やっぱりせめては安保条約をにのっとった形にすることが一つ必要。それからもう一つの要因は北東アジアで新たな動きが生まれざるを得ない。これは北朝鮮、韓国、中国、ロシア、アメリカ、日本6カ国がやっぱりいろんな困難ありながら新たな枠組みを作っていこうとしているのも事実なんだと思います。なんとかこちらの枠組みを、これは最初は緩やかで時に北朝鮮はまあ問題児で問題ばっかり起こすからなかなか6カ国って一緒に会合もできないけれども、でも一つの枠を作ろうとしているわけですから、そういう中で米軍にどれほどの逆に軍事力をお願いするか、逆に言うとここはもうお願いしないかなどをはっきりさせていくことだと思います。普天間があまりにもまあ今は目立ってしまってますけども、沖縄に基地は一定数はこれはやむを得ない。日本全国縮小していかなければいけないと思いますけれども、今とりわけ問題になっている海兵隊の基地は何から何まで揃ってるから便利だからといっていつまでも沖縄に置かないこと、もともとグアムにアメリカは戦略的に海兵隊を引いていこうとしていますから、それのスピードアップをお願いすることと同時に、そのためにはそれじゃやっぱり国民から見れば北東アジア特に北朝鮮の問題や中国の問題がどうなるのかっていう不安を持つと思うんですよ。でこの不安にきちんと日本が外交的努力で応えること、それから、海兵隊というのがそれでもどうしても駐留が必要であれば、別に沖縄でなくても朝鮮半島に出かけるんだったら実はもともと山梨や岐阜にいたんですから、日本全体で背負ったっていいんですよ。そういう私は段階があっていいと思うんですね。一挙に全部消えちゃうなんてことはないし、非現実的だし、力のバランスを崩すし、やっぱそれは国民の生命財産、そして平和への責任ある政治としてはできないです。でももう微体一文動かせないって言うと変ですけど、絶対海兵隊が沖縄に張り付かなきゃいけない理由は今やないと思いますね。なるほど。そこをねきちんと仕分けて、そして現実の対応策を練ることですね。なるほど。こ
今度は外交全般ですけども、はい、日本はこの国際社会の中で今生きていかないと取り残されますよね、うん、経済的にも、はい、決して今リーダーにとは言えない部分もありますね、うん、そうですね。どうやって国際社会の中で日本生きていけばいいんでしょう。はい、まず外交力を磨くっていうのは大変に重要で、これは逆に安全保障でアメリカにこう依存した分だけ、外交もアメリカにある意味では依存してるところもあって、独自な外交っていうことがおろそかにされがちなんだと思いますね。でも今ヨーロッパには EU があり、それから中東はまあアメリカの中東に対する態度と日本の中東に対する態度は違ったわけですから、これは日本がどういうふうに中東の平和を作っていくかっていうところにおいて、アメリカとは違う責任があると、うん、アメリカにはできないことができると思いますね。それから特にアジア、東アジアも含めて東南アジアもそうですけれど、ここはかつて日本が侵略した加害国になってしまっていますね。でこのことはちょうどドイツがポーランドに謝罪したように、やはりきちんとした謝罪、私どもの村山政権の時代に村山談話って出しましたけど、これはまだ十分アジア